はい、祖母科学会の皆さん、新時代の祖母科学会の皆さん、特に昭和50年前後に、祖母科学会に入会された学会の皆さんに、お伝えしておるんですけれども、学会の過去のことをね、何も教えられてないですよね。祖母科学会の3世4世まあ5世ぐらいにもなりますと、まだ学生さんかな、まあ人の家庭によって違いますけどね。戸田会長のね、思想ものの考え方ということを勉強していきますと、いかに今の祖母科学会の池田大作あるいは原田実会長のやっていることがね、違ったことをやっているということが、見えてくるんですよ。今私は手元に戸田情勢全集第2巻講演集というやつですね、昭和40年10月25日に印刷、同年30日に発行、書いた方は戸田情勢ですね、編集兼発行者は池田大作氏となっています。もしね、この古い本お持ちの方は、ページの、330ページですね、折伏は最高の供養であるということでね、昔の徳勝道寺の話だとかですね、百死仏が法華経に命を捧げて、成仏したとかいう話をですね、書いて、ページがちょっと飛びましてね、最後の方332ページ戸田先生はこのようにおっしゃっております。本当の公選ルフの時は国会議員にも地方議員にも仏法を信ずる学会員がたくさん出るのです。ただし政治のための政治ではなくして、公選ルフのため、私はそういうことがあるということを確信していると。政治のみではなく、あるいは教育界に、あるいは小説、雑誌、新聞、音楽にも、また生け花、茶道にも通ずることであります。これはですね、将来創価学会員がたくさん出てきたら、いろいろな分野で人材が出てくると、これをですね、公選ルフと言うんですよと、こういうふうにおっしゃってるんですよ。これはもう我々日大聴衆法華行員も同じですね。ありとあらゆる方がですね、会社を経営してる人、それから男女問わず、また、職種もいろいろですね、学校の先生もおられればですね、工場で働いておる方もおられるということですね。これがどんどん出てくる、こういうその商望を持った人材が社会の中に出ていって活躍するということがですよ、公選ルフということなんですよ。はい、そこからですね、戸田情勢氏は大事なことをおっしゃってるんですよ。今日私がこの音声動画で言いたいところはここですね。最近学会にこういうことを言ってくる者がいる。創価学会として応援してくれるだろうかと。私は断じてしない。政治のための政治ではない。これはおそらくあれですね、質問やってきたんでしょうね、誰か。市会議員か国会議員かに出たいっていう人が、宗教組織創価学会として自分を応援してくれないかと、応援言ってきたんですよ。それに対する戸田会長氏の話ですね。私は断じてしない。政治のための政治ではない。だから自由党で立ち上がったら自由党、社会党ならば社会党、共産党で立ち上がったら共産党で立てばいい。その人の主義、政党には
私は干渉しない。よろしいですか？その人の主義、政党には私は干渉しない。胸の奥底にも公選ルフをしまっておけばですね、何党でも差し支えはないと。もし私が政治のための政治をやるならば、私は自分で立ちますと。応援などいらないと。自分で立つと。政治には各政党がある。みんな民衆に、幸福を与えるために政党がある。私はどこまでも一学会員の会長としてやっていくだけであると。これは昭和30年4月6日ですね、指導会でのお話、場所は大田区民会館と、こういうふうになっております。今、祖国学会どうですか？この戸田会長のおっしゃったこと。戸田会長はね、自由党、まあ自由党っていうのは今自由民主党になってますけどね、自民党からも、立憲民主からも、日本維新の会からも、NHK をぶっ壊す会かなんか知らないけれども、あとなんか、あるいは新選組とかいろいろありますよね。そういうところから、創価学会員、正しい宗教を持った日蓮宗創価学会員ですよ、この時は。偽本尊作ってね、すちゃかめっちゃかになってる今の創価学会じゃありませんよ。正しいこの、朱子心の三徳、下手仏法を信じたらですね、日蓮宗宗の信徒の中からいろいろな政治家が生まれてくると。そして、お互いに切磋琢磨してですね、意見を、ぶつけ合い、市議会や地方議会、あるいは国会で論戦を張って、日本国、そして世界の発展のために尽力していくと。これが政治の世界であり、公選ルフの姿の一つであると、こういうふうにおっしゃってるんですよ。今の創価学会はどうですか？公明党一本で、そして、公明党の候補者というのは創価学会員で、そして応援する支持層は創価学会員で、そして単独で公明党という党を作ってですね、みんな創価学会員で、やってるんじゃないですか。これ政教一致とよく言われる原因がここにあるわけですよね。公明党の中に浄土真宗の人とか天理教の人とか、真言宗の人とか、いますか？いませんよね。みんな創価学会員ですよ。まあ一部はね、違うらしいですけども。こんなものはね、全体主義、中国の習近平と同じですよ。あと北朝鮮のね、金正恩のやっておることと同じですよ。鶴の一声でパーッとみんなの意見、まあ意見そのものは公明党の場合は言えないんですよね。力関係があって、創価学会と公明党の山口代表とどっちが強いかっつったら、票を持ってる創価学会の原田実の方が近いわけですよ。集団的自衛権、テロ法準備罪、どうですか？昔は全員公明党はですよ、全員原田実も含めて全員ですよ、国会議員、山口代表も含めて、集団的自衛権には断固反対するっつってたわけですね。ところが自民党から圧力がかかったら、すんなりと賛成の方に回っちゃって、これが今頃のですね、数年経って、表面化してきてですね、もう公明党に投票しないという学会員がたくさん出てきてるんじゃないですか。で、学会本部や公明党の本部前でね、あの三色旗の、旗振ってね、公明党のやっていることは間違っていると、デモ行進して YouTube でいっぱいアップしてるじゃないですか。そういうね、徒党を組むのがね、相対革命なんていうものじゃないんですよ。自然にですね、
この正しい仏法がいろいろな分野に、浸透していくと、これが日蓮大聖人様の言われる立正安国論ということですよ。そこを全く勘違いして、言われるがままですね、党から言われるがままに、はい、次の地方選挙は何々区からはこの方が立候補されます、それ人物も知らないね、ちょっと挨拶に選挙の前には出てきてね、当選したらもう挨拶にも来ない、ほったらかし、なんか、相談事があって、この前もありましたよ、市役所に相談に行ったらもう相手にもしないと、要するに通してもらうまでがお客さんなんですよ、総学会というのは。通ったらこっちのもので、彼らは給料が保証されてボーナスまでもらってですね、やってワイのワイの、この世の花天国を謳歌してるわけで、であなたたちは相変わらず貧乏人で、まあ奥様なんかもね、今最低賃金法が1000円ぐらいに上がったのかなぐらいで、どっかでアルバイトをして、旦那は給料が何年も上がらずですね、選挙の時は手弁当で電車賃電話代を払ってですね、救急救急やって利用されてるわけですよ、公明党に。こんなものが公選部ですか。でなんか最近世界192カ国に、仏法を広めた池田先生は素晴らしいと言ってる割には、なんか日本は、関東方面で最近地震が勃発しておりますし、今新型コロナウイルスですね、すっちゃかめっちゃかになって、それも世界中でですよ、世界192カ国に正しい仏法を広めたのであれば、こういうことは起こらないと。いや、そんなことはないって言うなら、あなた日蓮仏法なんて言ってますけど、日蓮大聖人の仏法を信じてないということですよね。大聖人はちゃんと立正安国論でおっしゃってますよ。旅客来て嘆いて曰くと、最近天変地異、地震、それから疫病ですね、流行るのはどうしてですかつってね、大聖人様に、客人が聞いたら、大聖人様はどういうふうにお答えになってますが、いい世の中に方々がはびこって前人はですね、天に舞い上がってしまって、悪鬼だけが世にはばかっているから、こういうふうな条件が、悪い条件がですよ、はびこっていろいろな事件が起こるのであると、何時早く寸心を改めて実情の一日に帰せよと。実情の一日っていうのは本門階段の大御本尊ですよ、大石寺のご本尊様に、起立しなさいと。そしたらこういうことはなくなりますよと答えははっきり出てるわけですね。何か反応ありましたらね、お電話ください。また賛同された方でも、最近本当に創価学会はおかしいと気づかれた方はですね、私大阪市内に住んでおります、住吉区、お寺は、同じく住吉区の妙林寺というお寺の一信徒でございます。いつでも夜中以外はお電話ください。ただし電話をかけられる時はね、あなたは今どこにお住まいで、名前をおっしゃってください。いきなりね、多いんですよ。インターネットを聞いたんですけども、何々さんですかってね、自分の名前も言わずにね、ベラ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 喋り出す人がいますけれども、こういう方はね、まず一般常識、マナー違反ですね。常識がない人ということで、また相手にいたしません、こういう輩と話をしても無駄であると。ちゃんとした誠実な人はね、学会にも、私は埼玉県あるいは和歌山県大阪に住んでおる、田中なら田中とも申しますとね、話されますよ。それできない方というのはまず人間として失格ということでございます。それでは私の携帯番号は下のメモ欄直下、一番下に書いておきます。
また東京関東方面の方も最近随分電話ありますね。ちゃんとした新人をされておる男性の方ですね。うちのお寺のご住職が認めたちゃんとした方おられますんでね、東京関東方面の方もご遠慮なくお電話ください。それでは、今日はこれで失礼いたします。公明党なんかにね入れる必要はありません。選挙というのはね、自分で考えて、今回はこの党がいいなとか、あの党がいいなとか、自分で考えて選挙する。今度は選挙っていうのはそういうことですよ。選ぶって書くでしょ。あなたたち選ぶんじゃなくって、強制させられてるわけですね。こんなバカな公明党を応援する必要は一切ございません。それではまたお会いいたしましょう。